シットダウンコメディアン入りたくて神の席イエーイ。ただいま紹介に預かりました、半確定神の席と申します。ちょっと真ん中その抜けちゃう、今日はあの藤沢からあの来たんですけど、電車がねちょっと遅れてて、あの、半確定神の席と申します。落語をやろうっていうわけじゃないんですよね。まあすごく口下手な方でね、なるべく喋るなって親に言われて育ったんですけど、まあ、今日は一つ半確定神の席と申します。反革命的の反に中核派の核、三遊亭の亭に上下関係の上、人間関係の下、関と書いて半確定神の席と申します。山口県に下関っていう町があって、これはまあフグなんかで有名なところでみんな知っていると思うんですけど、まあ昔の瀬戸内海の海上の要所で、東から上の関、中の関、下関っていうふうにあるわけですね。で上関っていうのは今でいうと山口県の熊毛郡上関町、それがどうしたと言われると困るんですが、まあいろいろあるんで、まあ今日は原発の話をしようと思ってきたわけじゃなくてね、ちょっとの間退屈の話で我慢していただいて、ちなみに今独り言じゃなくて落語をやってますんで、私がこうやったら笑ってもらえるね。いや面白くなくてもね、笑ってりゃそのうち面白くなりますんでね。なんかタバコとか邪魔なんだけど。それで、じゃあちょっと練習をね、しましょうね。笑う練習をね。現代人はどうしても笑いが少ないって言われてるんで、じゃあやりますよ。隣の空き地に原発ができたってね。半覚醒。ね、どって笑うのはなかなか難しいんで、クスクスでもいいんで笑ってもらえればいいと。それで、今日は特別に日本語でやりますんでね、わかんない単語があったら遠慮なく聞いてください。日本語にはちょっとうるさいんでね。そうだね、 2,3 年前までちょっと違う商売いろいろやってたんですけど、学者とかね、フォークシンガーとかいろいろやってたんですけど、ちょっと不具合があってね、
お前は話し家の素質があるってうちの師匠に言われて、歯がないから話し家がいいだろ社会の落語者にうってつけだってまあそれで落語をやってるわけなんですけどね、もう歯が下が4本しかない。今私あの52歳だったと思うんですけど、52でもう歯が下に4本しかない。で昔から今にきっとそういればになるって親に言われてたんですけどね、歯を磨くのが嫌いで、まあこんな具合になったんですけど、4本しかない。おばきゅうだって頭に毛が3本ある、ね、チップとデール2人合わせたよりと同じぐらいしか歯がない。まあでもね、まあ歯がなくて歯がゆいっていうか、まあ、うちの田舎じゃ歯がねえで歯がいいって言いますけどね、歯がゆいっていうのは歯がいいっていうんですね。じゃあ皆さんご一緒に、歯がねえで歯がいい、まああれなんですよ、入れ歯を買う銭がねえわけじゃないんです。ただ歯医者にかかる金がない、ね、でもまあ悪いことばっかりじゃない、歯を磨くのが楽だ。ミュージシャンらしく譜面台を落語をやっておりますが、それでね、まあその今落語をやってるわけなんですよね。落語でいいのがこの昔の江戸言葉が聞けるとこね。今はめったに使わない稲瀬とか、稲瀬ってわかる？ボラの幼魚の背中ね、ボラの幼魚の背中を稲瀬、かっこいい。ベランメイとか、すっとこどっこなんて、まあ、みやべな言葉が江戸言葉にある。ヤドロクって言葉があって、まあいわゆる解消なしのちょっと重症のやつね。今頃はもうこのヤドロクなんていうおかみさんもいませんが、この間うちの息子が小学校の国語の時間に、お父さんの仕事、働くお父さんっていう作文で、うちのパパの仕事はヤドロクです昼間からお酒を飲んでゴロゴロしてますってやっちゃいましたさあそれからもう近所のお母さんや子供たちがひっきりにしなしやってきて、ヤドロクって本当にいるんだ感動しました。まあそのうち俺もヤドロクでね、人間国宝になれればいいなと思ってるんだけど、兵六玉っていうのもあってね、これまたヤドロクと違って、まあのんきものっていうか何にも考えてないっていうかね、この間体がいろいろ悪くて医者に行ったんだけど、医者ってのは本当失礼なやつでね、いきなり初対面なのに血液がドロドロですよとか言われてお前にそんなこと言われるじゃないかいや、まあ、そこまで言いませんでしたけど、医者からいやあなた悪いけど兵六玉ですもう子供たちも父親が兵六玉だって知ってすごいショックまあでもヤドロクとかね、兵六玉っていうのはまだいいんで、すっとこどこいとかコンコンチキとか言われてひにゃん、私も激怒しますね、人間だものというわけで、まあ喉が渇いてきますけどね江戸は遠くになりにけりで、世の中世知辛くなるばっかりで、昔はこの村で何かを決める時っていうのは誰か一人でも反対する者がいちゃいけなかったね。意見が違えばみんなで話し合って、徹底的に話し合って、今でいう、まあ、合意形成をするわけ。特に昔の漁業組合なんかはみんなそうで、全員一致が原則だった。一人でも反対したら海を埋め立てちゃなんねん。それはそうだね。そこで生業してて誰でも議員や役員とかね、そういうものになれるわけじゃねえし、金儲けが下手なやつもいれば、口下手なやつもいる、字が読めないやつもいる、学問がなくて
法律がわからないやつもいる。みんなで、まあ、話し合うまで、とことんまで分かり合うまで話し合って決めた。それが政ってもんです。ところがね、今じゃ何ですかね、多数決とかね、反対意見は聞かないってやつ、ね、それが民主主義だって、義務教育で教えて、ね、四角い箱に紙切れ入れて、それが政治だ民主主義だって言って、隣の隣に住んでる人の名前も知らねえのに、まあそういうのが今は、まあ、世の中ってものになってる。まあ大変進歩したものでございますけど、まあでもね、あの批判してるばっかりじゃ世の中良くならないんで、原発反対とかね、絶対反対とか叫んだってダメです。まず褒めるのが大事ね、褒めて伸ばす。核兵器だってね、アインシュタインとか頭の悪い奴らが知恵を出し合って頑張って作った努力の結晶なんだ、ね、よっ色といい艶といいなんですな、旦那のおちんちんみたいで、これは立派でいい道具だね、私にも一つ触らせておくんのせいよってなもんでね、何事も褒めなきゃダメなんです。時は平成25年あたり、 AKB48 がまだ若かりし頃のお話でございます。阿部ちゃん、阿部ちゃんじゃないのよーよーってことがあるかい。懐かしいね、まあ立派になって。まあなんだ、今何仕事何やってんの。総理いや謝らなくていいから何やってんの。総理、 I'm sorry。 分かった分かった、アメリカかぶれるのは分かったからよ。まあいいや、世の中にはね、人に知られたくねえ後ろぐらい商売もあらな。私は日本国のために、いやいいから、国のためだ、世間のためだって言ってるやつにろくなやつはいねえんだから。そういうやつがね、寄ってたかって戦争を起こすんだよ。人間なんてね、今日の晩飯の心配したらいいんだ。そんで何、今日どこ行くの、どこ行くの、おい、競馬かい。いや、好きだね、まったく。え、競馬じゃない、原発。原発ってね、あのプシューって屋根が吹き飛ぶ、あれ。やだね、物騒だよ。何しに行くの、視察。視察って何、あのプシューって血が吹き飛ぶ、あれ。やだね、物騒だよ。よしよし、視察ね。仕事でどうしても、いやー、よく分かった。でもね、俺も山口の骨董中学の同級生だ。友達がヤクザモンになって人を殺そう、悪事を働こうっていうのを黙って見てるわけにはいかねえ。よし、俺も連れてき話をつけてやるからな。な、な。ダメ。ダメってお前、同じ骨董中学でお前、今時特技言って特別な牛って書いて骨董って呼べる人間が地球上に何人いると思って、特攻じゃなくて骨董だからいいから、いいから。俺が話をつけてやるからな、水かさないこと言わないでな。何、何、酒臭い、バカ言うんじゃないよ。この天蔵様が昇ってる日の日中から酒飲んでるわけが、手に持ってるものなんだ、これお前なんだ、あの水だよ、水、精米部屋が 70% だ。すげえだろ。まあいいじゃねえか、酔っ払ってるわけじゃねえんだから持ち歩いてるだけで、とも飲んでねんだから。あー、れんれん酔ってない、ちょっとしか飲れない、れんれん酔ってない、ちょっとしか飲れない、リグレット来てない。そんなわけで、まあ
同郷のよしみということでやってきました大井原発安倍様のおなりか。すごいね、ヤクザの公約ともなるとみんな頭下げちゃって、まあこら見せ物じゃねえんだ、どいつだぜ、すっこんでろ、ゴーゴーウィーン、ゴーゴーウィーン、ゴーゴーウィーン。ああ、これが例の核融合炉、ウィーンとか言っちゃったわ、憎いな、この女殺し、人殺し、色といい艶といい、まあ随分金がかかってそうだね。いくらかかってんのかね、これは何ぼかい、これは何ぼかい、ちゃっさがいいです。建設費が1兆円、私の年収よりちょっと多いね。あら痛い、これ何、いや痛い痛い痛い、制御棒、制御棒、たくさんあるね、一本ちょうだい、いいじゃん一本ちょうだい、ダメ、ケチくさいねお前は、昔イコイを一本あげ、イコイを一本あげてあげたじゃねえか、一本ぐらいいいだろこの制御棒、なんか知らないけど、んよしこれに決めた、うんとこどっこい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 、こら止めるな、やめろ、あー酒がこぼれちゃう、やめろ、中身は大吟醸じゃないんだ、安いおっかなんだ、火事になっちゃうよ、よせー、おーい、おーい、おーい、なんで夢か、全部飲んでよかったな。どうした、誰もいねえのか、真っ暗だよ、電気をつけて、おーい、おーい、おーい、誰がいねえのか、阿部、おかしいな。明かりをつけましょう原発に、お金をあげましょうマスメディア、自民林の増えた以降、今日は楽しい再稼働、アメリカ様にオバマ様、戦争しましょう、よその国金のため、都知事よやめた兄様に、よく似た総理の黒い腹、金の力に負ける人、電力ひれ伏す過疎の町、素敵な箱物作ったら、原発反対抑え込む、プルトを入れましょう原子炉に、いつかはきっと核武装、経団連の増えた以降、何より嬉しい再稼働、船の心臓と娘の酔いは人が見たがる乗りたがる、生まれた時が悪いのか、選んだおいらが悪いのか、アイムソーリー。半角亭神之助でした。